地球にとって崩壊は長く存在している災害です。生物を侵食し、疫病を生み、気候を変え、その形は多く、埋挙にいとまがありません。終焉の繭という源は、自身に封じられた時間の権能を用い、すべてをリセットします。誰もその終わり方を変えられませんでした。現在の人類に、全文明と呼ばれるあの時代までは、天才の頭脳と無数の犠牲を頼りにし、あの時代の人々は終焉の繭に崩壊の意志という枷を与えました。結果、次世代の律者は全文明と一致するようになりました。その成果も分かりやすく、たびたび律者が降臨しても人類が支払う代価は以前より減りました。しかし、終焉の律者の前では同じ失敗を繰り返すようで、そのため最悪と言われた成婚計画は実行されることになります。計画の執行者はヨルムンガンドの孫主ケビン、全文明最強の戦士、旧姓の名を背負う英傑です。彼は全力で成婚計画を実行し、もう一人の私を犠牲にし、終焉の繭の権能を手に入れました。もちろん成婚計画は不変ではありません。無数の人の命を犠牲にし、崩壊に適用可能な個体を殲滅するプランもありました。しかし、天球史の関連実験はキアナ・カスラナに阻止されました。そして今、完成した成婚計画は転写によって人類を夢に落とし、成婚のイデアを新たな種にし、人類の代わりに文明を作らせようとしています。本当に最悪な計画ですね。一方、火種計画は厳密に言えば具体的な内容はありません。メイ博士曰く、それは揺るぎない夢と普遍の神話を頼りにし、実現した暁には人類に最高の結末をもたらしてくれるそうです。理解はできませんが、尊重します。なぜなら、確率は低くても私たちは確かに似た奇跡を見届けましたから。今の時代にあの無垢の人のような人間性を持つ律者、起源の後継者、人の律者が生まれました。ブローニャ在地区は羽化を経て完全な断りの律者になり、未来を創造する権能を手にしました。ライデン・メイは己の意志で起源に触れ、終点で得られるものを決めました。そしてキアナ・カスラナも現世の奇跡として、その両手で運命の方向を変えるでしょう。しかし、彼女たちが崩壊に勝つ確率は低いままです。これはメイ博士の私に対する期待なんでしょうか。理性が反対したとしても、私は彼女たちの未来を信じたいと思っています。